時津風部屋の元大相撲力士。本名は西尾義美。最高位は西前頭18枚目。現役時代の体格は178センチメートル83キログラム。特異種は左四つ、寄り、打ちかけ、切り返しなど。地元の中学校を卒業後上京し、同郷の元横綱、双葉山が率いる時津風部屋へ入門。 1954年5月場所で初土俵を踏んだ。同場所では番付外と新情で共に高成績を上げたため、同年9月場所では序の口を飛び越して序二段に付け出された。なお、当初より序名は豊かな海であった。体は痩せていたが、足腰は強靭で、感も鋭かった。その長所を生かして順調に番付を上げ、1957年、 11月場所、初土俵からわずか3年半で、新十両に昇進。1958年9月場所では19歳の若さで新入幕を果たし、同時に入幕した弱秩父や賀樫と共に、ハイティントリオの一員として、話題の的となった。この場所では3人とも勝ち越したが、豊かな海は、岩風や国等など、後に三役の常連となる力士やかつての、 小結び経験者らを破っている。だが、自己最高位となる、西前頭18枚目に進んだ同年、11月場所では4勝11敗と大きく負け越して、再び重量へ逆戻り、この頃から、私生活が乱れ始め、相撲にも身が入らなくなっていった。以降は、場所が終わるたびに部屋を脱走し、場所直前に部屋関係者が連れ戻すという事態が、状態化。 ついに親方衆はもう二度と連れ戻さないと決意し、豊かな海の両親を時つかせべイいんで彼を破門することを宣告した。そして幕内に帰り咲くことがかなわないまま、1959年5月場所をもって20歳2ヶ月という若さで廃業してしまった。これは廃業当時としては実力本位で番付が掲載されるようになった明治以降において、 石取経験者が現役を退いた最年少記録であった。その後、2008年8月21日に大麻取締法違反で逮捕されたことを理由に、日本相撲協会から解雇された元前頭の若の方が20歳1ヶ月で、相撲協会を去るまで50年近く記録が更新されなかった。廃業後は、故郷の大分に戻り、戸高工業者に勤務した。 現在も健在で、つくみ市で地区の区長を務めたり、ゲートボールチームの監督を務めたり、市のイベントで、相撲ジンクを披露している。ABCDE ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、時津風部屋 P26 つくみ市立建督、小学校学校通信絆明るい年越しを迎えられるように、第37回歳末助け合い、チャリティー賞。ありがとうございます。